その阿波吹田高校ってのはヤンキーの高校で、みんなから本当馬鹿にされるわけ。だからもうすれちゃう。すれてっちゃうわけ、どん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 。シンナー吸ったり。しかも上質なシンナーじゃなくて、なんかね、ライターあんじゃん。ライター吸ってんのかってみんな。やばくない？普通なんかさ、エリートのヤンキーってちゃんとしたシンナー金持ちの親とかがいてさ、地下室とかで、なんか親の金とかがっぱらってきてさ、変な売人からシンナーとか買ってきて吸うじゃん。えーとか言って。ちげえぞ。100円ライター買ってきて、それをちゃんと火つけずにスーってそれ吸ってんだよ。ほんで、バカだから、そんなんでさ、何も書こうかで、うわ、酔っ払ってきちまったなーみたいな感じで。もう本当にやばいやつなのね、俺たちの推敲は。今は違うよ。今は違うけど。ガスパーティーっていうやつは。みんな。ライター吸って。全然何の効果もねえのに。ニースやったりな。それなんかドカチンが周りに多いからさ、親父がなんかヤクザ兼土木業者みたいな感じだから、おいおい、親父のニースかっぱらってきたよっつって、みんなでニース吸ってたりさ、よかったマジであのゴミからっつって、絶対俺の人生ダメんだってさ、今だから言える。もう潰れちったからな、潰れちったからあれだよ、言えるけど。ただね、あったかさはあったんだよね、なんかね。仲間を思いやる気持ちとか。友達が先輩にぶっ飛ばされるって聞くと、みんなで助けてくれんの。それすごい熱くない？で、俺が、なんか先輩の2個上の、先輩の女に知らなくて手出しちゃった時も、もうみんな総出で、やめてやってくださいっつって。情に熱いんだよね。情にすごい熱いんだよ。なんか、それで、茶化しちゃってた俺のせいだっつって頭丸めて謝りに来るとか。俺がお祭りの時にお前があいつと付き合ってることを路上で発言してしまったせいでお前に危ない目を合わせたとか言って頭坊主にしてくんだよ。すげえ気入ってない。いや全然そんなことしなくていいよって俺言ってんのに頭丸めてくんだよ。しかも悪いの先輩なのに。いや鼻にライターつけるとわかるでしょ。ライターのさ、火が出るところをさ、鼻にピシャってもう直接くっつけて火出さずにあのガスだけシューって出すってこと。ガスパンって言って酩酊感得る効果はあ、そうなんだ。ちゃんとした犯罪だったんだ。よかった。あいつらでなんか小さい男にまとまってしかなかったから。よく耐えたなって。俺は近寄らなかった。怖かったんだもん俺。阿波水産高校の2ちゃんのスレクソワロケでちょっと教えて。見に行きたい。ちょっと教えてくれ、頼む。今から見よう、それを。阿波水産高校の2ちゃんのスレ。お前多分尋常じゃねえぐらい荒れてっかんだ。ちょっと見たい、見たい。そう、教えて、スレ。URL 教えて。いや、でも結構あれだわ。ちゃんと、なんか別に悪口書かれてない。阿波水産高校が廃校になります。寂しいなって。やっぱ愛があったんだな。あー、すげえいいことばっかり書かれてる。練習戦、懐かしいな。どこの県も財政苦しくて、複数の県で一席にするなんて。あー、なるほどね。みんなでまとめて言ってたんだ。話も、乗船中聞いたこともあった。練習戦の所有は県であって学校ではないけど、実際にそうなったことあるのかな。阿波では12時間立ちっぱなし、長いな。こちらは本科 4×2、専攻8だった。ちょっとよくわかんない。水産高校のなんか、水産高校専門用語みたいな。今月で阿波水終わりだよ。僕は亡くなるよ。阿波水どうなるのかな。取り壊されたりするのかな。取り壊されてはなかったな。阿波水でお世話になった千潮丸って新型になったんだな。廃校になる前もう一度見たかったって。すげえあったけえじゃん。俺の通ってた阿波水産高校の制服着てれば道が割れたもんだよ。もうでも10回みたいにだよ。ほらな。これ痛いやついいんだろ。俺の阿波水産高校の制服着てるだけでやべえやつだっつって、ほんと道割れてたんだよ。あいつら関わんじゃねえぞっつって、モーゼの10回みたいになって、そんでそいつに安価で列がついて阿波水わらわらってついてるわ。ざけんじゃねえ、阿波水ばかりすんじゃねえ、てめえこの野郎。気合入ってんだよ、うちの阿波水は。千葉県のオス、阿波水産高校ここにあり。お前聞いたか、千葉県のオス、
阿波水産高校ここにありって書いてあったぞ。ただのレッスンでかっこいいわ。阿波水産高校最強ってやったな。うちのコミュニティのあれじゃねえか、ノリじゃねえか。阿波水産高校最強って感じ。ほんと最強だったんだって。で、阿波水産高校最強っていうレッスンがついてて、阿波水は相当おっかなかったと聞きますよね。はぁ。なるほどな。やっぱ、嘘じゃないってことが分かったんだろう。え？あなた、阿波水なんですか？恐るべしって書かれてるもん。もうあれなんだって。みんなそれにごじ、そのね、そいつに対してめっちゃレースつけてて、確かに阿波水は千葉でナンバーワンだと思うよとかさ、本当に怖かったんだって、阿波水高校。俺友達みんな阿波水言ってたからさ、バカなやつが。仲良かったけど、マジで、私は様々な不良を見てますが、阿波水さん高校相当強かったですね、とか、マジで気合入ってたの。夕方の、なんかその、ニュースとかがよく、来てたんだよ。異常な、高校生による異常な喫煙車両みたいなタイトルで。もうみんな、だから、先頭一車両は誰も入ってくんじゃねえぞ、みたいな感じで、高校生がみんなタバコ吸う車両みたいな、なってたの。絶対今でもそれ YouTube かなんかに絶対探せばあるから。おい、てめえ、おめえ、入ってくんじゃねえぞ、この野郎って言ってみんなタバコ吸ってんの。そんで、そのボスが女にチンポ止めさせてる一番先頭車両の、一番先頭車両の一番前の車両で、ドンみたいなやつが女にチンポを鳴らさせてるのかって。入ってくんじゃねえぞ、この野郎今なんとかさんがな、女と鳴らしんでんだよって言って。懐かしいわ。怖くてだから俺たちは近寄れないっていうさ。ほんとヤンキーが多かったんだよ。世紀末みたいなとこあったの。今だから全然そんなことなくて。多分、もう元気がねえんだろうな。もう文化だ。最近の若者ってだからまともなんだよね。窓ガラスとかもう中学校とかマジで割れてたからね。みんな。タバコポイ捨てしてたから。校舎の中に。ありえない本当だからね、これ。俺さ、これ持ってんじゃねえかって言われるのがマジでやらんだよね。授業中、タバコ吸う選手権みたいなのがあって。その、先生が黒板にバーって書いてる間に、ブワーってタバコ吸って、パーンって投げ捨てて、それ証拠残んねえじゃん。誰だ、今吸ったのはつって。先生、俺のこと信じてくんねえのかよとか言って。それで、なんか、その先生をみんなでボコすみたいな。俺だからそういうのさ、絶対できなかった。親父めっちゃ怖かったから、先生に手を挙げたらお前マジ殺すぞって言われてたから、絶対関わんなかったけど、あいつが俺のこと信じてくれねえみたいな熱い喧嘩してたよ。なんで俺のこと売ったんだよ先生とか言ってさ、なんかその、タバコ見つかって、なんか生活指導の先生に、タバコ見つかって、それを校長先生に言って、なんか、もう、厳重注意された時に、なんで俺のこと売ったんだよ、先生つって、なんか、すげえヤンキー10人ぐらいで、その先生ぶっ飛ばすとかさ、今思えばさ、もう、気違いじゃん、確実に。関わりたくないでしょ、そんな奴らと。俺、中学校は、その中学行ってたの。俺はマジで、ほんとそういうグループとは関わってなかったの。怖かったから。マジで怖かったの。ただうちお姉ちゃんが2個上にいたから、俺はそういう人たちに目つけられなかったけど、もうね、最悪だったよ。Google で阿波水産高校で打ってスペースをしたらうんこちゃんって出るんだ。ふざけんじゃねえよ。俺水高嫌いじゃねえけど、なんか、あれじゃねえか、すげえさ、一番やられたくねえサジェス当選だよ、それ。な、癒着してるみてえじゃねえか、俺が水高とよ。なんか千葉帰りたくなっちゃったな。あのね、立山総合高校っていうところに、合併したんだけど、倍率 0.59 倍だからみんな頑張って行ってくれ。頼めこの通りだ頼めこのままじゃ、存続が危ういから。俺の、定員割れ甚だしくないか。言われてるから。ちゃんとな。名前かけたら高校の授業、高校の、高校受験で足し算が出るらしくて。
14たす8はとか。お前らでも受かるから言ってくれ、頼む。俺は潰れてほしくねえんだよ、そこが。14たす8ができれば受かるから。2桁の足し算ができれば受かるから。高校時代に言われたからさ、加藤、分数教えてくれって言われた。一番ヤンキーの友達さ、おい加藤、分数教えてくれって、お前、高3の時言われたんだぞ。お疲れ様でした。ああ、無事で。